人生100年時代、朝日新聞リライフフェスティバル2023春。アクティブ世代の自分らしい生き方を応援する大人の文化祭リライフフェスティバルが3月10日東京日本橋で開催されました。リアル開催は実に4年ぶり。12の多彩なプログラムを前に、会場は訪れた方々の熱気に包まれました。高橋秀樹さん、マーサさん親子によるトークショー、より自分らしく生きる住まいと暮らし、今年こそ行きたい海外旅行、竹内かなえさんが教えるビューティフルトラベル術、脳トレの川島博士と考える最新認知症リスク検査と予防策、俳優中村雅俊さん、出会い、自分を作り上げてきたもの、脳科学のスペシャリスト茂木健一郎さんによる現代人が抱える脳の疲労とその改善策、正しい筋トレで健康を促進、谷本道也さんによる楽しい筋トレ講座、吉永さゆりさんによるトークショー、吉永さゆり今を生きる、森山良子さん、清水美智子さんの仲良しコンビがお送りするトークショー、ポジティブにいこう。俳優市毛良枝さん、母の介護と自分自身を支えた人との絆、北村義弘先生と山下徹先生による講演、アンチエイジングで健康長寿、アミロイドベータ自体を、京都出身の料理研究家大原千鶴さんが語る心に慈しみを持って生きる幸せ。2回目の開催となったリライフ文学賞、家族をテーマに数々の素晴らしい作品が集いました。アクティブ世代の生活を豊かにするための情報や商品を紹介する協賛者ブース、14の企業が商品の展示やサービスの体験などを通して人生を彩る情報をお客様にご紹介しました。またブースを巡られた方対象のスタンプラリーも行われ、会場は多くのお客様でにぎわいを見せました。コロナ禍があって3年ぐらいやられてなかったって伺ったんですけども、このような形で開催されてそれに参加ができてとても良かったと思ってます。前へ出るのにちょっと躊躇しちゃうような方がね、足を実際運んでみると本当にいろんな出会いもあるし、世界が広がっていくと思います。心が温まって慈しみっていう語をもう早速家族に伝えたいと思っております。4年ぶりのリアル開催となったリライフフェスティバルは延べ約2000人のお客様が訪れ大盛況となりました。朝日新聞リライフプロジェクトはこれからも自分らしく生きるアクティブ世代の方々を応援していきます。